石宿水門石宿公門と根川から江戸川へ分流する地点である石宿分岐点付近の空中写真分流したすぐ下流の地点に石宿水門が設置されている1990年撮影の7枚を合成作成国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成石宿水門あるいは 関宿水鉱門は、茨城県佐島郡五課町の利根川と江戸川の分岐付近に設置された鉱門を併設する水門である。1641年に行われた利根川当選事業により、江戸川と利根川が結ばれ、関東の周運は飛躍的に発展した。明治以前の江戸川の頭流部には、利根川からの流入を原じるために、棒出しと呼ばれる特定が築かれていた。 1911年の江戸川改修工事に合わせて棒出しに代わって江戸川へ流入する水量を調節する水門と水位調性による河川周運の保護を目的とした肛門の建設が計画され、1918年に着工し、1927年3月31日に完成した。肛門は鋼鉄製のマイターゲート式で幅12メートル。 長さ143メートルの大きさの2つの門を手動で操作する。石屋戸水門の建設は、レンガ作りからコンクリート作りへと建設技術が変化する過渡期に行われた。多くの部分はコンクリートで作られているが、墨石など一部に石張りによるレンガ作りの様式が見られ、校門や水門の建築史を知る上での重要な土木遺産である。2003年には、 土木学会戦勝土木遺産に選定されている。歩行者や自転車は水門の上を通って対岸へ行き来できるが、一般車両の通行はできない。ABC 江上和也、財団法人リバーフロント整備センター、関宿水公門、江戸川水公門、運河と公門、水の道を支えたテクノロジー。 日本建設工業新聞社2011ピアニッシモ百156から159、赤夜土水公門土木学会専用土木遺産 http コロンスラッシュスラッシュ www.jcpres.co.jp スラッシュ wp01 スラッシュ。p イコール 27,654? ありがとうございます。